沖縄素晴らしい。到着しました沖縄。いやいいね、気持ちいいね、綺麗、超綺麗。でも見てください、はい、何もうこのオーシャンビュー最高、うん、こっちからわーっと ねやってきて、もう入りたいね入っちゃう。ちょっと一緒入るよ。マジうわうわうわ、すごいすごいすごい、うわ気持ちいい、いい、気持ちいいよ。温度的にもいいぐらいだよね。そう、いやちょっとね、足つけるぐらいかテンション上がっちゃってるんだけど。上がってる。まあ今回ね、サトシがここの画角に、確かに珍しい、ね、これで今いるわけじゃないですか、うん、じゃあこの画角は今、この画角は何なんだってことだと思うんですけど、一個なんかおかしいのがあるね。4人なのにおかしくないかってことなんですけども、ね、実は今回僕たちがちょっと沖縄行くんで一緒に旅行行きませんかということで、はい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 、声をかけて一緒に旅をしてくれる方、うん、来てくれてます。誰？この方です。あら、メンソーレ、メンソーレトーマさんと小猿ちゃんが来てくれてます。あら、ありがとうございます。いやこちらこそ。いや嬉しいね。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ気持ちいいですね。いや気持ちいい、最高ですね。最高なのよ。はい、ということで、はいはいはい、まあ、やりたいことがあるねっつって、うん、まあ、今回オカルトスイーパーズ、はい、まあ、夏はね、うん、今回まあ休暇、うん、もう久しぶりの夏、みんなで旅行っていう感じでさ、ああそう、そう、みんなでもう話し合いをして、うん、もうこう来たんですけどもね、うんうん、まあ、もちろんただの旅行ではあれなので、うん、まあ、いくつか依頼も来てるんでね、はい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 、そしてこなしつつ、うん、まあ、楽しい心霊旅行というね、いいね、ことをやっていきたいんですけども、はい、それでは参りましょう。ペロインジア。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。太古の時代から独自の文化が発達し、スピリチュアルな神話、そして数多くの霊的スポットや様々な歴史を紡いできたここ沖縄。そんな沖縄で岡水の新たな心霊掃除が始まろうとしている。で沖縄でようやくお酒飲めて確かにザンクロのソーダだね、やっぱり。うん、あ、ザンクロで今回、まあ、オカルトスイーパーズ新たな試みで、はい、まあ、旅行先、うん、まあ、遠征先の実際にその人に怖い話を聞いて、うん、そのまま行くと、そう、ね、という企画を始めたいと思います。怖い話の場所に行ってみようとはまた少し違う新掃除企画。その記念すべき一人目の沖縄に住む方は、で、今回、話していただく店主のマボさんにお話していただくということなんですけども、マボです。マボさん、すいません。で今回このマジなんで、語ってくださる方の顔が取れないという、うん、はいはいはい、リアルっぽい感じだと思うんですけど、になってます。でその体験談早速ちょっと聞きたいんですけど、はい、そのどういうことがあったでしょうか。そうですね、4年前ぐらいに当時付き合ってた彼女とドライブという形で、当時住んでたのが恩納村なんですけど、恩納村のヤカトンネルってあるんですけど、ヤカトンネルちょうどうるま市の石川と恩納村をかけるトンネルなんですけど、そこに通らないとそのショッピングモールには行けなくて、トンネル入り口でこうバーッと走ってたら、右車線の奥側に女性がこっちをずっと見てるんですよね。で、うわーと思って、あ、女の人こんな遅くに、まあ、時間もその12時超えてぐらいだったんですけど、バーって走ってて、ならトンネル越えてもうその女の人がこっちをずっと見てるんですよね。で、さっきの女の人やんなみたいな。で、
入り口の時は僕しか気づかなかったんですけど、まあ、出口でその当時付き合ってる彼女に見えたっつったら、え、いたねみたいな。で、気持ち悪いなってなって、帰りもその道通らないと帰れないんで、あの道通るん怖いなって言いながら車をバーって走ってて、ちょうどその左車線じゃないですか。だから右側に見えてるってことは、次走ったら助手席側なんですよね。で、さすがにおらへんやろ。走ってたらいきなり、やっぱりなんかこう走ってる最中、入り口になったらやっぱドキドキしてくるんですよね。で、うわーって思ってバーって越えてきたら、助手席側にこう女の人が見てるんですよね。うわーと思って、うわおるやってなって、もう僕らもまっすぐしか直視できないんで、うわおったなみたいな、けど見てたよねって言って、見てたなって。で、まだトンネルを越えたぐらいで、もうさすがに出てこえへんやろうと思ったら、近くのところにおったんですよ。おー、うわ気持ち悪ってなって、車の中とかで僕がやって、何もないかって調べるじゃないですか。ちょっと待ってみたいな、後ろの後部座席の内側に手形があって、うわそれでうわーってなったっていう話なんですけど、怖い実際自分もこんな経験するって思ってなかったんで、なんかよくあるじゃないですか、心霊の話でこの内側からつく手形とかっていうの、それが自分なのあれで経験したんで、ちょっと鳥肌立ってしまいましたね。めちゃくちゃ怖いな。いやーすごい体験なんですね。あと沖縄ってもう蚊いるんすか？蚊います。4月に4月に、え、いるんだわ。嘘だろうと思いながら俺、いやマジか。え、でもその幽霊をはもう、はい、お連れさんも見てるってことですか？そうですね。だからもしかしたら幽霊じゃなかったのか、普通の人間やったのかもわからない感じで、すごくだから、けどその時全然雨とかも降ってなかったんですけど、ほんま典型的ですよ。なんかちょっと濡れ髪やったっていうのは、そうちょっと怖かったなって。トーマさんもなんかすごいウォーっていう感じで、あ、出てきてよかったんですか？もちろんもちろんもちろん、タイミングがわからなくてめちゃくちゃ怖いですね。怖いですね。そのヤカトンネルでした。はい、ヤカトンネルっていうのは沖縄でも心霊スポットみたいにされているんですか？あ、どうなんすかね、ちょっと自分では分かんないんですけど、逆にそういう方がワクワクしない。確かに、ね、言われてないところこそね。まあなんか自分らが経験したことなんで、もしかしたら調べたら同じ経験されてる人がいるかもしれないんで、なんかちょっと調べてみてください。逆に僕らは気になるんで。いや全然す、はあ、すごい話。ありがとうございます。いやこれ暗い、これ女の人一人でいるっていうのおかしいね。だとしたらはい、ということで、はい、ちょっと順番ぐちゃぐちゃなんですけど、次の日に、来ましたので僕が運転しております。はい、ありがとうございます。なので飲酒運転じゃないので、うん、皆さん本当安心する。めちゃくちゃ酔っ払ってんじゃない。大丈夫ですからね。酔っ払ってんじゃねえかという冗談は本当によくないですから。ああ、びっくりした。冗談ですね。冗談ですからね。当たり前です、これ。こんな注意喚起をする必要ないくらい当たり前なんですけど、はいはいはい、まあ今、近くに来ております。はい。まあお話になって、ヤカトンネルというね。うん。そちらのトンネルで、まあイオンモールに向かう途中の道中に、はい、反対車線、そのトンネル差し掛かって反対車線に女の人が立ってたと。うん。で、うっすら濡れていてという話をね、お酒飲みながら話していただいたんですけども、まあ一旦ちょっと見てみて、はい、中入ってみて、その体験したお話通り、そうね、女性と出会うことができるのかってことなんですけれども、うん、はい、今回ちょっと逆サイドからちょっとお話の逆サイドから、うん、攻めるので、うんうんうん、まあ何周かしてみて、はい、どうなのかっていうのと、あとサトシにちょっと実際どうなのかっていうのをちょっと見てもらいたいので、確かに見れなかった場合ね、いるのかどうか、うん、行きましょう。トマさんもちょっとお願いします。お願いします。お願いします。ずっとお邪魔してます。いやもう嬉しいです、こっちとしては本当に。これ心霊旅行ですよね、完全に。確かに。ちょっと行ってみましょうか。はい、はい、改めて今回僕たちが掃除しに来た場所は沖縄県恩納村にあるヤカトンネル。心霊情報サイトではその名を見かけることはなかったが、沖縄に住むマーボーさんの口から女性がこっちをずっと見てるんですよね、後ろの後部座席の内側に手形があってといった心霊体験が
沖縄在住麻婆さんの心霊体験掃除スタート。行きます。行きましょう。この先にあるみたいなんで、はい、て物理的に歩いて来れるような距離でもない気がするんだよな。ね、無理だね。けどもう今の段階でその女性が一人でいるっていうのがちょっと理解できなくないですか。うん、もうそのもしいたとしたらおかしいよね。だってもうカーナビの時間見てもらったら分かるんですけど、はい。3時22分ですから。そうね。絶対に人なんていない時間というか。うん。ここにいたら怖いっすね。いや、それ怖いっすよ。あ、トンネルこれだな、うん、これですね。使われてるトンネルか。なんか全然現役の綺麗な感じだよね。電気もついてるし。そうですね。そうね。トンネル内で止まれないのでちょっと行きますけれども、はい、今のところ今いませんでしたね。そうですね、うん、ほんと綺麗なトンネルで、うん、逆に怖さはないよね。だね。心霊、まあ心霊トンネルって呼ばれてないしね。この中にでもそういう人が立ってたら逆にめちゃくちゃ怖いっすね。うん、怖いっすね。キャップが、うん、そっちの方が怖い気がしますね。うんうん、手形もついてたって話ですね。そうね、内側に手形がついてたっていう。今見えた人、いやー正直、いやー今見えて、正直見えなかったですね、うん、俺も全然見えなかったっすね。見えたら神回っすねですよね、はい、いや本当ね、うん、だから本当髪の毛濡れてる女性がいただけで全然、うん、映せたら最高なんですよ、うん。女性がこっちをずっと見てるんですよね。後ろの後部座席の内側に手形があって。今免許取りに行ってるけどさ、赤信号で黄色信号で点滅塗ってない。うわちょっと待ってよいやそれ見た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 、それ白い女の人ちげえよえその問題見た。あ、問題ね。そうそうそう、急に俺そんな見た見たってテンションで言わねえよ俺覚えてないの。でも今ごまかせなかったのか今。うん、逃がさねえよ。なんで逃がさねえ。赤信号の点滅は一時停止。それそれ一時停止か。そっかそっかそっか。黄色信号の点滅は、徐行。そう。お。正解です。すごい。いやすごいね。ちゃんと勉強してるってこと。すごい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 。2周目です、はい、これさ、ちょっとこう、はい、ナビ見してさっきこっちちょっと見てたんで、うん、ナビ見てなかったのにチラッと見たらさ、これすぐ近くに最初あるわ。ほんとだ、女さん最初多分これの上にあるね。マジ、体験談が間違いなければ関係ありそうですよね。いや、マジありそう。はい、最上。目視確認できません。今でもやってる最上っぽいですね。なんかちゃんと。そうだよね。なのかな、そうだね。名前がちゃんと出てるから。2周目、ちょっといなかったですね。いなかったですね。佐藤氏、どうすか？やっぱ出入り口あたりはよくいるん でここもそうだったんですよ、うん、ただその特筆した人がいたかって言われたらそうではなかったんで、その目に見えるような霊がいたかって言われたらちょっと、なるほどね、疑問というか、うん、いる感じはしないよ。 そうですね、その後も何週か夜間トンネルを車で通ってみたが、麻婆さんの言う濡れ髪の女性の姿を目視することができなかった。だから運悪く見たっていうことなんだろうね。まあ、心霊とかそういう感じではない、ね、
まあ、時期とタイミングによるかもしれないですしね。そうですね。いろんなものがなんか重なってたまたま見ちゃったみたいな。まあ、一個考えられる線としてはやっぱり上に斎場があるっていうね、なんかすごくそういうの俺嫌なんですけど、はい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 、そういうふうに言うの、まあ、まあ心霊とかそういう感じではないね。階段を知ってる方って他になんかこの一帯がどうかっていう反応を何人かすれ違ってるんです。そんなにいいんだ。数珠つなぎで、はいはい、今なんかそういう人探してるんですけど、はい、方の、バーの店長さんなんですけど、その店長さんが、まあ、自分の経験もあったりとか、それが自分らが住んでるっていう地域の話なんですけど、そういう話を持ってなんかみたい で、あの早速なんですけど、その恐怖体験、その体験されたとか、まあ、あるよってことを聞いたんですけども、それをちょっと聞きに飲みに来ちゃったんですけど、はい、いや、うん、嬉しいです。メンソーレ、メンソー、あ、ありがとうございます。嬉しいね、メンソー、いや嬉しいです。逆にただ本当にちょっとこの一帯っていうんですかね、那覇の中でもこの一帯がちょっと気持ちが悪いことが大好きなんですけどね、地元なんで。まず近くに中学校っていう中学校があって、私そこが母校なんですけど、その向かいに小学校がありまして、またその小学校と中学校どっちもどっちかが病院で、どっちかがあの兵隊の練習場所だったっていうところから、近くにある川が兵隊が練習するって意味で練兵橋って名前ついてるんですよ。もうその時点で怖いんですけど、変な出来事がこの近辺でよくあって、で、まあ、一番の恐怖体験なんですけど、これは当時付き合ってた彼氏とお互いの家に住むというか行ったり来たりが当たり前だった時期だったんですね。で、彼の親が離婚したんですよ。で、引っ越し手伝いが初めてそのアパートに行った時に、まず入った瞬間めっちゃ気持ち悪い。その近辺、このさっき言ったエリアの近くなんですけど、めっちゃなんかキモいって思って、その部屋がちょうどあの2階の、あの201、202、203あった202だったんですよ。で、203号室にご挨拶した時に、お母さんと娘さん、小学校かな、多分小学生のお二人の女系しかいない家だったんですね。で、挨拶して、まあ私もその気持ち悪いなって思ってる部屋にいたんですけど、私とその彼氏の部屋みたいなものを作ってもらった。一番嫌な部屋当てられたみたいな感じだったんですけど、その部屋にまあまあ住むことになるんですね。夜の仕事をしてたことが。で、彼氏は彼氏で、現場してたから、時間がすれ違ってて、で、なんかいろいろ喧嘩も多分してた。ので、ベランダに出て、タバコ吸ったんですよ。なんでこんな男と付き合ってるんだろう。なんかもう、ってなってるはずなのに、なんか気持ち悪い視線感じた気がして、なんかなと思ったら、男の人がこんな感じでずっと覗いてて、こっちを。キャーって、こう、部屋戻って、起きてって、幽霊見たかもって。やばいって、あっち男の人いないよねとかって言ってるけども、彼氏からしたら、いや、酔っ払ってるやさんに、みたいな。酒飲んでるでしょって。早く寝て。もううるさいみたいな。で、なんかめっちゃなんか嫌なこと言われて。でも私、アルコール入っちゃってるから、トイレこんな時に限ってしたいから、お願いお願いって。トイレ行きたいから、ついてきてお願いって言っても、もうお願い、明日早いってばって、もうこの彼氏は言うわけですよ。仕方ないから一人で怖いなーって思いながら、トイレの電気が右側にあって、そのポチってした瞬間に、白い萌えがブワーって見えて、うわーってもう走って。また部屋扉閉めて、聞きながら彼氏をもう馬乗りになってボコボコにしたんですよ。笑い話しないんですよ、もうほんと怖すぎて、怖すぎて、大好きな人を馬乗りになって殴ったことあります？ないですよね。なかったんで、ちょっと。怖いから、もうお願いとか言ってバーってもう殴って、起きてって言って、寝てる場合じゃないとかって言ってたら、彼氏が、あ、やばい、ただごとじゃないと思って、何何何何ってパニックで起き始めて、その時に、え、待って、黙って言って始めて、ピタピタ
ピタとか、なんか音が重いのと軽いのが聞こえ始めてきて、子供と大人が、おい近づいてきてるぞってもう彼氏が気づいたんですよ。彼氏がそこでパニックって、初めて抱きついてくれて、私を目開けるなみたいな、何があっても絶対目開けるなよって言ってくれて、もうずっとなんかタッ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 タとかめっちゃすごい激しい音鳴りまくってて、でちょっと止まったかなって思ったんですよ。だからちょっと緩和されたから、あ大丈夫かなって思ったら、バババババンって四方八方のこの部屋の壁がってなったんですよ。お隣さんの壁から鳴るわけないじゃんとか、向こうが親が寝てる部屋だから鳴るわけないじゃんとか、もう一個の隣の部屋は洗濯物部屋だから鳴るわけないじゃんとか、もううわーってなって、もう黙れ黙れってなって、気づいたらなんか寝てたんかどうか、何十分何時間か分かんなくなってて、一回せーので、で目開けなきゃって思ったからって言ったら、何にもない。へー、めっちゃ怖いですね。で後日大人になって会ったんですよ。沖縄に帰ってきた時に、あの時こんなことあったよねって話したら、もういろんなことありすぎてもうわからんって言ってた。へー、もう怖すぎる本当に。それもここら辺の地域ってことですか？めっちゃこの辺です。変です。だから最近もその同級生にその話をしに行ったら、俺も行ったけどあっちやばいよねみたいな、あ気持ちが悪くなるって。この辺がやっぱあるの、一体というか。そうですね、もっと向こう側に行くとその連平橋があって、ちょっと栄えてるはずなのに住宅街とちょっとやっぱ変なことが多い。その連平橋っていう、その元々その軍隊さんがあの訓練を行っていた場所で、まあね、たくさんの歴史、まあ、沖縄の歴史があるところですから、そういうものがなんか反応したりとかするところでね。はい、ということで、はい、さっき階段話していただきました、はい、連平橋というねところに来ましたけれども、はい、この橋一帯がだからね、ここを軸にみたいな、はいはいはい、ここなんですけど、まあ、あの僕とパルマ君に聞いたんですけど、まあ、そういう何かここら辺一帯のなんかそういうなんていうんですか、オーラとかそういう嫌な気がするっていうような話だったんで、ちょっと俺全くそういうの正直わかんないんで、サトシに見てもらおうと。結構そのもうこの周りから結構どんよりしてます、場所として。マジでそうなんするよね。はい、そうなんですよ。なんか俺正直準備してる時から正直気が乗んなかったのね。本当気が落ちるっていう言葉がそのまんまあるぐらいの感じがしてます、ね。まあさっき許可をね、いただこうかと思って連絡先教えていただいて、はい、連絡してみたら許可いただけなかったんで、そうですね。まあそこはちょっと残念だけど、この辺一体見てみましょうか。そうですね。それでは早速参りましょう。で俺がそれ言うんですよ。あ、そうだ。大丈夫ですか？なんて言うかな。ちゃんと決めてます。それでは早速参りましょう。よいしゃ。歴代で一番つまんないかもしれない。いや、そうなんですよ。だから続いて僕たちが掃除しに訪れた場所は連平橋。かつて日本兵の訓練所があった名残からそう名付けられたこの連平橋だが、この連平橋を中心とし、奇妙なことが起こると地元では噂になっている。ちょっと栄えてるはずなのに住宅街とちょっとやっぱ変なことが。掃除スタート。もうこの橋が、はい、その連平橋ってことですよね。そう、まあ、橋自体は短くあるんですけど、この一帯がどうかっていう話にもなってますね。なんかそこ行ける？あ、行けないのか。僕は行けなさそうですね、この橋ね。まあ、橋とか、まあ、今この何十メートルかの段階で
そのもう何人かすれ違ってるんですけど、そんなにすごい、ま、なんか悲しいという言葉だとちょっと端的すぎて違うんですけど、うん、まあ、でもそういうマイナスな気持ちをちょっとずつ感じてる、うん、まずこのさっき言ったエリアの近辺めっちゃなんかキモいって思って、その佐藤さんチャンネル的にはどうなんですか。その結構嫌です。それどういう具体的にはなんでっていうのがあったりするの。戦争系があった場所がめっきりその自分のこうなんて言うんでしょう、気持ちにすごいリンクすることが多いんですよ、うんうんうん、なんか頑張らないとやられちゃうっていうなるほどねとこで結構思いが入ってきちゃうみたいな。そうですね。なるほどね。向こう回ってみます。そうですね、反対側も行ってみましょうか、うん、今どこですれ違ったとかある。え、今もすれ違ったりしてる。はい、しました。あ、そうなんだ、はい、ここら辺もうここと、うん、そこです。あ、分かんねえもんだね。やっぱ動いてるんで、この街全体的にだからあんまこういう道にあんまいないんですよ、うん、そもそもが。なんでその道ですれ違うっていうこと自体が結構稀なんで、だそれがこの場所全体にあるんだろうなっていう、そういうことが。はあ、はあははあ、日本で一番怖い人いたよな。いた。そう。生きた目をしていませんでした。え、あれ幽霊じゃないの。あれ人です。反対側見ますか。はい。うわ。まあ、暗いからかもしれないんですけど、うん、こっちの方がなんか しんどいです。それも絶対こっちの方が気持ち悪い気がする。建物とかって見ていいのかな。その建物も。これも良くないですか。建物、はい、学校かな、うん、学校かな。まず近くに中学校っていう中学校があって、その向かいに小学校がありまして、どっちかが病院でどっちかがあの兵隊の練習場所だった。やばい、マジやばい、本当やばい。背中が痛くなってきちゃってる。本当なの。で、そう、俺沖縄ね結構そうチャンネルめっちゃ合うんですよ。あ、だからちょっとね、こういうところも食らいやすいのかもしれない。そうですね。ちょっと待って、下の方とか気になりますか。川は流れてます。おかしい、絶対おかしいわ。今もうこめかみのキーンって急になんかツーンって痛くなってんだけど、こっちは止まってる人がいますね。なんか見てる人がいます、そこに。だこの人ずっとここにいるんですけど、うん、ずっと止まってるんですね。でこちらにね、うん、あっちの向かいの橋は結構歩いてる場所、うん、人がしかいなかったんですけど、うん、この人止まってるんですよ、ね、はい、止まってるってことはやっぱその何かしらやっぱ意図がないと止まらないんで、待ってるとか待ってるのかな。その待ってるんですけど、うん、そのこう気持ちとして怒りと悲しみが混じったような感覚がしたんで、うん、どっちが優先しててどっちが先が、怒りつつも悲しい時もあれば悲しくて怒ってる時もあると思うんですけど、うん、
怒りの方がちょっと強いんですよ。ほう。だこれ、なんだろう。だその、うん、戦争に行ってる人を待って出た人なのかなとか、うんうんうん、なんとなく、なんとなくの想像だとそういう感じですね。止まってるんですよ。でこちらにね、うん、あっちの向かいの橋は結構歩いてる場所、うん、人がなんとなくなんとなくの想像だとそういう感じですね、うん、ここもともと軍 の、 その、まあ、練習だったっていうのがあるじゃないですか。だから多分そういうことな、だからまだここにいるっていうことが、なんて言うんだろう、分かりました。並んでるんだ。で、ただ本当ここで練習してるっていう、その連兵橋っていう。そうですね。そういうことなのか。日本を守りたいっていう気持ちが残ってるって可能性があるってことだよね。はい。僕たちの中で一個すごい怖いなと思うことが、まさに今その、この地域で僕たちも過去に家で椅子が動く家があるっていうことで、で、あの一個前の事故物件、なんかその人がもう孤独死しちゃったアパートがあって、待って、見せられないな。これはダメです。これモザイク案件だな。多分ここら辺は全部そうじゃないか。そうだね、全部そうだろうね。考えるとね、なんかやっぱあるかもね。この辺がやっぱあるの。改めてどういう、体験をしたんでしょうか。海の方からですね、白い人型のようなものが出てきて。誰かいらっしゃいますでしょうか。本当に痛い。マジで痛いねんけど。